柱稽古編の解禁は近いぞと、まあ、いうことで、まあ、今回はですね、こんな感じで、えー、鬼滅の刃あ、8月から12月での、まあ、情報が、あ、解禁されそうなタイミングをですね、えー、細かく、えー、まとめて参りましたと、まあ、いうわけで、まあ、かなり激アツなので、まあ、皆さんぜひとも今回の動画ね、 マジで最後までご覧ください。ということでねえもう早速やっていきましょう <noise> はい。ということで、まずはですね、8月なんですけども、まあ、コミックマーケット C102 ということで、まあ、開催が決定しておりますで。東京ビッグサイトにて開催されるアニメイベントでえ、開催日がですね、8月の12日の土曜日から13日の日曜日となっておりますね。えー、しかしですね、こちらのイベントでは、 あステージ形式のイベントではないため、まあ、グッズのみの、まあね、開催となって、まあ、解禁とかは特にないんじゃないかなと思っておりますね。まあ、ただでかいアニメイベントですので、まあ、何かしらあってもおかしくはないんじゃないかななんてね、まあ、思っております。まあ、ただ解禁の方はそんなに、ねまあ、高くないと思っておりますね。まあ、8月に関しましては特に まあ、コミケ以外ででかいイベントっていうのは、まあ、現在決定しておりませんはいということで続いて見ていきましょうさあ続いてはですね9月ということで9月はですねかなり激アツとなっておりますはいということでまずはですねアニプレックスオンラインフェス2023ということで、まあ、今年の開催はまだ未定なんですけども、まあ、毎年行われているイベントですので、まあ、ほぼ確定で、まあ、イベントっていう で、すね昨年はですね、9月の24日に、まあ、2022開催となっておりまして、まあ、かなり大きなアニプレックスのイベントであったため、まあね、まあ今年も開催なのかなというふうに思っております。で、例年ですね、夏から秋にわたって、まあ、開催ということで、まあ昨年が9月だったので、まあ今年も9月あたりの開催となりそうです。で、今年はですね、9月の23日もしくは はですね30日あたりに開催なんじゃないかなというふうに思っておりますでまたですねイベント開催があった場合ですね鬼滅の刃のステージっていうのはほぼ確定でまあ、情報の解禁のねまあ、可能性っていうのもかなり高いんですよね まなので、まあ、アニプレックスオンラインフェスの、まあ、開催が決定したら、まあ、生配信でね、うん、ステージを見ていきたいなというふうに思うんですけど、いやーちょっと今年もね、9月に会ってほしいところではありますよね。はい、ということで続いて見ていきましょう。まあ、9月はですね、なんと2つイベントがございまして、え2つ目はですね、え京都国際漫画 アニメフェア2023ということで、まあ、京日まですね。今年も開催決定と、まあ、なっております。で、京都で開催されるアニメイベントなんですが、開催日がですね、2023年の、まあ、9月の16日の土曜日から、まあ、17日の日曜日に開催となっております。 で、こちらはですね、なんとステージ情報もございましたということで、まあ、現在ですね、鬼滅の刃の参戦っていうのは、まだ決まっていないんですが、まだね、未定の枠がございまして、はい。 グッズの方でも参戦していない、鬼滅の刃っていうのは、来る可能性が非常に高いですよね。ま、ちなみに、ま、去年も参戦があったため、ま、ね、可能性としてはあるのかなというふうに思っております。ま、アニプレックスのアニメは毎年ね、参戦しているので、ま、可能性は高いのかなと思っておりますね。ま、現在、京都の方では、ま、刀鍛冶のイベントが行われているため、ま、京都ね、ま、同じ京都の方で 京都なのでまあそんな感じで、まあ、9月はですね2つほど、まあ、イベントがございますねはいということで続いて見ていきましょうさあ続いてはですね10月なんですが、まあ、こちらほぼ確定で 解禁があると思っております。え、街遊び、え、ボリューム27が開催決定ということで、まあ、徳島で開催されるアニメイベントなんですが、まあ、今年の開催がですね、え、10月の7日の土曜日から、まあ、10月の29日の日曜日まで、まあ、ほぼ1ヶ月間にわたっての開催となっております。で、まあ、クライマックスランというね、まあ、一番激ツのタイミングがあるんですが、まあ、こちらがですね、 え10月の28日の土曜日からあ10月の29日の日曜日ということで、まあ、ここがね、うん、マジで激熱なんですよね。うん、で、そして、待ち遊びといえばですねえ、鬼滅の刃のためにね、あるイベントのようなもので、え毎回毎回鬼滅の刃がね、まあ、メインのイベントになっているんですよね。いやー、こちらね、 ま、徳島県に u o テーブルの制作会社があると、まあ、いうことで、まあ、毎年鬼滅の刃がメインと、まあ、なっているわけなんですが、まあ、さらにですね、去年の、まあ、同じ時期の開催のボリューム25では、なんとですね、 刀鍛冶の里編の解禁のタイミングである、テレビ放送鬼滅の刃の無限列車編の放送の告示がね、まあ、このイベントでされたんですよね。はい、ということで、まあこれ去年ね、うんまあ、実質解禁のタイミングだったということで、まあ、今年も何かしらの情報が解禁されてくるんじゃないかなというふうに思っておりますね。 毎年毎年街遊びでは、まあ、何かしら鬼滅の刃の最新情報っていうのを公開しているので、まあ、今年もね、解禁すると思うんですよね。はい、ということで、まあ、10月暑いっすね。さあ、ということで続いて11月なんですが、 あ11月はですね、アニメガールズフェスティバル2023ということで、まあ、こちらの開催がもう決定しております。で、池袋で行われるアニメイベントで、開催日がですね、2023年の11月の3日の金曜日から4日の土曜日に開催となっております。 えー、ちなみにこちらのイベントではですね、えー、ステージなど、まあ、鬼滅の刃の参戦率は低くですね、まあ、解禁の可能性っていうのは低いんですが、まあ、毎年グッズなどを発売しているため、まあ、グッズなどは、まあ、発売がほぼ確定なのかなというふうに思っております。まあ、一応イベントとして、まあ、頭に入れておくといいんじゃないかなというふうに思っております。 はい。ということで、そんな感じで、まあ、11月にもイベントがありますね。はい。じゃあ、続いて、まあ、大本命の12月見ていきましょうか。まあ、12月といえば、なんと今年もあるぞ。まあ、ジャンプフェスタ2024ということでえ、開催が決定しております。 こちらがですね、幕張メッセで行われるイベントで、開催日が2023年の12月の16日の土曜日から17日の日曜日となっておりますね。もちろんこちらはですね、ステージもあり、例年たくさんのアニメ情報を解禁している最高のイベントなため、いやーちょっと今年もね、うん、何かしらの期待はありますね。 はい。ということで、まあ、去年はですね、え、12月の10日に、解禁があったため、まあ、鬼滅の刃のでかい情報はなかったものの、まあ、劇場版の特典などの解禁はあったと、いうことで、まあ、直前にね、ほんと一週間前に情報の解禁があったので、 ま、ジャンフェスの方では解禁がなかったんですけども、まあ、今年は、それまでに情報の解禁がなければ、まあ、あるのかなというふうに思ってますね。え、またですね、ここでの鬼滅の刃のステージはほぼ確定でありまして、まあ、今年のこの日までに解禁がなければ、まあ、ここでの情報解禁というのはね、まあ、確定でしょうと、ま、なっておりますね。はい、ということでまとめなんですが、まあ、8月から10 12月まで、まあ、こんだけのイベントがありまして、いやー、ちょっとね、本当に嬉しいんですよね。うん、鬼滅の刃だけじゃなくて、まあ、他のアニメも、まあ、これに関連してね、ありますので、いやー、かなり嬉しいんですが、まあ、ひとまず、鬼滅の刃に関しましては、まあ、9月からの解禁の可能性が非常に高いです、ということで、いやー、嬉しいですね。 まあ、とにかく早くアニプレックスオンラインフェスのね、まあ、開催日っていうのが決定してほしいですよね。まあ、決まり次第また動画を作っていきますと、まあ、いうことで、まあ、お楽しみに待っといてください。いやー、そんな感じで、いやー、今年も柱稽古編のね、っていうか鬼滅の刃の解禁のタイミングがやってまいりましたね。いやー、また生放送で解禁ね、見たいっすね。 はい。ということで、ワクワクが止まらない。えー、そんなね、まあ、今年の残りと、ま、なりそうですね。はい。ではですね、皆さん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、皆さん、また次回のと画で、お会いしましょう